お疲れ様ですということで、9月ももう下旬、あと数日で終わるんですけども、数日前にですね、ふとそういえばシーズン券買ってないなと、申し込み、まあ、早割りなんですけど、早割りいつまでだったかなと、で、まあ、調べたらですね、まあ、9月いっぱいだということで、今大急ぎでですね、手続きして、購入ということで終わりました。このアソビューからですね、アソビューっていうのかな、アソビューっていうか、ちょっと発音がいまいちわからないんですけど、このアソビューからですね、ログインしたわけなんですけども、昨年もですね、こちらのサイトに会員登録をして、そこからシーズン券を購入したということで、その時にですね、メールと、メアドとですね、パスワード登録したはずなんですけども、パスワードがどうしても思い出せなくてですね、それでいろいろやったんですけど、正味どれくらいですかね、1時間かかりましたね。もうそのパスワード、なんかその Google の、よく YouTube とかの合間にあるその、なんかこうパスワードが分からなくて、なんかいろいろこう売り切れだとかですね、なんかこう、そんな、なんか広告というかあったと思うんですけども、それ状態でですね、なんか久しぶりに、もう本当に1年に1回とかですね、本当に忘れちゃうんですよね。で、忘れないパスワードにしていたつもりなんですけど、どこかなんかこうひとひねりしてたりしてる場合もあったりして、それがどうも思い出せないと、一番はその紙媒体にですね、記録をする、ペンで書いて保存するっていうのが一番なのかもしれないですけど、困ったらまたパスワード再設定すればいいやとかですね、そういう簡単に思ってしまうんですけど、今回ですね、そのパスワード再設定のですね、ページといいますかね、それが送られないっていうのがもう5回6回繰り返しされてですね、でなぜか、その6回目7回目でですね、やっとその、再設定のページにですね飛べるそのリンク先ですよね、それが送られてきてですね、よかったと、それで購入できたわけなんですけど、それにしても久しぶりに1時間弱ですかね、もう途中嫌になってですね、お風呂に入ったりですね、もう気分リフレッシュしての1時間だったんで、なんとかできましたけど、いやーこれはちょっと、で最悪ですね、郵送ですとかね、その申し込み用紙の郵送ですとか、あとはその現地に行って購入っていうのもあったんですけど、現地に行くっていうのもなかなかですね、時間ですとかね、いろいろなこう制約っていうのがありますので、今回カードで購入できたんで、よかったなと。これ購入できなかったらですね、たった1日日をまたいで、日をまたぐだけですですね、もう1万円も変わってしまうっていうですね、もう本当にとんでもないというか、もうそれだけは避けたかったですのでね、今回購入できて、一安心で、皆さんどうですかね、忘れてる人いないですかね。私の場合本当に夏が長すぎて、そのなかなか、熱心な方はですね、一年中それこそ夏でもですね、サマーゲレンデ行ったり、ウォータージャンプ行ったり、バグジャンプ行ったり、いろいろオフトレとかもお勤しんでると思うんですけど、私はちょっとなかなか、サーフィンの方に、海の方に目がくらんでしまってですね、なかなか雪山っていう頭にならなかったんですけど、思い出したのがですね、数日前からですね、
あ、でも2、3、1日2日、まあ、2、3日くらい前から急にこう、日中とですね、朝晩のその寒暖差が激しくなって、すごい寒くなってきましたので、まあ、それで、まあ、そろそろかなと思って、それで思い出したのでよかったんですけど、本当に下手したら9月いっぱいまで、10月頭までですね、夏日みたいな、本当に暑い、汗だらだらかくような日が続いていたら、まあ、もしかしたら、下手をしたらシーズン券買いそびれていたのかなとちょっと思いましたけどもね。はい、ということで無事購入できましたということで、以上。